今回は勝山市野麦町を散策しました。まず向かったのは薬師神谷の神社。書物によれば、昔境内は50軒80軒の広さがあり、七堂伽藍が立ち並んでいたそうです。現在建っているお社は白山神社と薬師神社。薬師神社は薬師神谷の地名の由来ともされていて、その起源には言い伝えがあるそうです。ここに薬師神社が建ったっていうのは、はい、そこにあの勝山にね、猿蔵ってとこがあるんですよ。今は長山町って名前が変わってますけど、そこに百姓が、夢のお告げで、だの畑に薬師如来の像が出るから行って掘れと、はい、いうことで掘ったら出てきたんです。これを銅を薬師銅として、そこから猿蔵から北側の杉の森のところに祭れと、はい、だいぶその昔の話で。由緒あるお社ですが、その後織田信長によって社領は没収され、記録には江戸初期の寛永年間に勝山藩主から薬師堂に石高三石の寄進があったことが記されているそうです。境内には勝山市の天然記念物に指定されている大銀杏があります。幹回りおよそ 7.7メートル、高さおよそ20メートル、樹齢500年を超えると伝えられています。やはりこれを守るために、こうしてこちら の欅の枝を切って日差しを良くしたり、はい、でここら辺にちょっとあったんですけども、これを切って結構守るのに金もかかるんです、やっぱり。あ、そうなんですか。それともう一つはこの境内の中にある銀杏があるんですけど、はい、ここに乳昆布というのが下がるんですね、はい、昭和の50年代ぐらいまでは乳が出ないという時に乳昆布をもらいに来られた方が結構おられるんです。で、それをなんか煎じて飲むと乳が出るようになるっていう昔からの言われがあって、こう1年に何人も5人も6人もこうもらいに来られた方があるんです。人気のイチョウなんですね。そうで、ここにこの大きいイチョウと小さいもの含めて4本あるんですよ。落ち葉の頃にね、一匹来てみてください。ここ全部真っ黄色になるんですよ。黄色い葉が あっちのところにみんな落ちて、ここでもすごくいいところですよね、うん、ちょっと見晴らしもいいし ね、 うん、ここって確かコスモス祭りとかもされるんですよね。コスモス祭りはこの拝殿建てたのが平成13年でしょ、はい、その時にちょうどこの前が旧宮殿やったもんですから、全部ここ前全部コスモス巻いたんですよ。あ、そうなんですか。そうちょうど綺麗に拝殿の竣工式の時にコスモスが綺麗に咲いてね、それがやみつきになって、毎年結構にぎやかにコスモスを見に来ていただきますし、でちょっとうちはマグ量を種の量を多くしているもんですから非常に綺麗なんですよ。続いて国道416号を北上し向かったのが北の妻田。宝徳元年1449年、加賀新保現在の小松市から冬の大日峠を越えてやってきた蓮如上人がこの地の佐々木長勝の屋敷にたどり着き、その後3年間逗留したと伝えられています。旧跡では紀州鷺の森、吉崎別院の松とともに商人お手植え三株の一つとされる御三の松や、商人がこの地を去るとき自分と同じ高さの石を村人に形見に残したと伝わるお竹くらべ石など、さまざまなものが見られます。
上人に帰依した佐々木長勝は寺を建立し長勝寺と称しました。その後長勝寺は大野に移りましたが、村人たちは商人の遺徳を偲ぶために寺の後にお玉屋を作り、現在まで毎年4月に遺徳講を行っています。最後は龍谷の平野家を訪ねました。この離れ座敷は享保9年1724年に平野家中興の祖とも言われる三代八郎右衛門国照によって建てられました。平野家は小笠原公が勝山に入城した頃から庄屋をまとめる大庄屋を務めてきた格式ある家柄、お殿様をお迎えしたこともあるそうです。江戸時代の完成4年ですか、殿様をお立ち寄り一軒富町っていうのが、ね、はい、ありまして、それにはもうこと細かくお土産を何を持ってきたとか、お料理をどういうふうな材料で、お出ししたとか、まあ、いろんな全部記帳してあります、そしてお殿様は当時そのお料理をここのお部屋で召し上がったという。そうですね、ここがもうし、まあ、主なメインステージといいますか、メインの場所だったようです。やっぱりお殿様の部屋っていうことで、部屋の作りとかもやっぱり違うんでしょうか。まず天井ですね。天井はこれ、はい、砂で磨いてあります。凹凸ガサガサになってますけども、これは特別にこういう音響も反射しなくて吸収力がすごく良いということで、柱は面川柱って言うんですけども、はい、この床柱なんかでも後ろと 両側面削りまして、正面だけはこの下だけをスッと竹の子面って言うんですけど、これを削ってこういうやり方が あるらしいんですけども、投げしも面川、四隅をピタリと合わせるのはとても難しいそうです。欄間は万字崩しの組子になっています。一つとして同じ感覚のものがなく、シンプルながらも職人の技とセンスが伺えます。床の間ですね、これは壁じゃなくて紙なんですよ。和紙を貼って。ところで今飾ってある掛け軸なんですけれども、これもかなり古いものなんですか。そうですね、これは六代の殿様がこちらへ見えた時にいただいた配慮物なんですね。松竹梅、あと、ここに伺って、お庭も素敵だなと思ったんですがいやいや江戸時代嘉永元年にできた絵図を見ますと、池がだいぶ大境地ではこの池は悪いちゅうことを書いてある絵図なんですけど、はいはい、そのあと昭和9年にまた絵図があるんですけども、で、まあ、今の場所に移転しておりましてね。あ、大境だから、池の配置がちょっと変わってますね。そっちにあったのがこっちに来てる。平野家の離れ座敷は修理工事が行われたばかりだそうです。綺麗なお座敷で殿様気分を味わうことができました。